あー、日差しが強い。ちょうどいいところにこんな日よけがあるよね。クリーム塗り忘れたからチャイ黒猫になっちゃうとこだったよね。あれ、なんか違う。あれ、スタッフさん、こんなところでまさかチャイの美白のために日よけになってくれたんだよね。そんなことに気づかないチャイってバカバカバカ。スタッフさん、いや日よけさん、その優しさにチャイ感動しちゃう。